テーズオブエクシリア2、このタイトルに対して僕がものすごくやっぱりゲームの中でね、表現したい、さらには自分の中でもねやっぱり大切にしたいっていう思い、コンセプトっていうのがやっぱり選択っていう言葉なんですね。今回あえてその選択っていうのを、主人公の視点になって選びながら物語を進めていくっていうのが、一つ大きな、遊び方と物語の進め方の、重要な要素になってくるんですけど、今まずエクシリアを遊んでいる皆様はそれぞれのキャラクターがどのようにエクシリアの中で、成長してかつエンディングに向かっていくのかっていうのをぜひ、注意深く、見守りながら遊んでいただきたいなって思いますね。ルドガーという主人公の男の子がいるんですけども、じゃあこの男の子とエクシリア1のねキャラクターたちがどのような関わり合いのもとでね冒険をしていくのかっていうところもねぜひ、注目していただきたいなって思いますね。今年も、ニューヨークコミコンの方に戻ってきまして、今日でね今で2回目のサイン会なんですけども、非常に多くの方が来てくれていて、でまた去年もね、来てくれた方も来てくれていて、本当にやっぱりニューヨークで、テイズオブシリーズが根付いてるんだなっていうのをすごくね改めて、感じたサイン会でした。 Hi David, so what game have you been playing here today? So I've been playing Tales of Symphonia, newly released on PS3, really large series, so much to do. I am in line to get an autograph by the amazing Hideo Baba, who has practically produced most of my life. Thank you for everything that you've done. It's because of Tales of Symphonia that I really got into anime, that my hobby has really been defined for me. It was all because of that at the beginning. What is your favorite thing about Tales? I've always loved RPGs, and finally now there's one that you can play with other people in the co-op. It's just fantastic.The storyline is really good. I like the gameplay too. 去年について今年もね、パネルをやらさせてもらったんですけども、ものすごい熱烈なねシリーズファンの方に集まっていただいて、すごく楽しい時間と、さらにはね、立ち見の人までねいっぱいいたので、すごくなんか1時間ね皆さんと楽しい時間を過ごすことができました。今年お会いできた方もね、去年来れて今年来れなかったって方もねいると思うんですけども、テイズオブシリーズ、まだまだね、新しい作品を作って皆さんに届けていきたいと思ってますので、ぜひアメリカの皆さん、これからもシリーズ注目してください。